えとあの春馬富士横綱・春馬富士事件が起きまして <laughs> 春馬これ事件が非常に単純なんですよね。横綱・春馬富士が平幕の高野岩を殴って、まあ0針煮る,にるあぬ怪我をさせたと、まあ、その他にも殴ったわけですから頭以外にもいろんなところに怪我してるでしょう。えー、そこに5人ぐらいの他の力士がいて。 まあ止めに入らずえ血を流している高の岩をまあ血はなんかえ相撲取りのことですからえタオルかなんかで拭いたんでしょうねえまあそれでそのまま病院にも行かず別れたとまあいうことがありましてこの事件がテレビで話題になるとですね最初の頃はあの,高の花要するに貴の岩の親方の高の花が悪いっていう話になってですね いや事情聴取じゃないや、えー、っと教会相撲協会の事情聴取に応じないとか勝手に警察に被害届を出したとか <laughs>、まあ、そういうような話が出ててですねそれで、えー、私もその時にテレビに出ておりましたので、えーまあ、コメ最初コメントするのに苦労しましたっていうのはですね、えー、本当にここで言ってる思想のない道徳の基礎中の基礎 の知識ががでですすねね、えー、日本社会にないといととうことが分かったんです、ね、もう非常に当たり前のことなんですがもうちょっとでもあの倫理とか道徳を学んだ人はもう当然のことのように分かるんですけど分からないしかもそこに出てきた後で相撲協会の中間報告をしたンジですねその人も、えー、名古屋の方では割と高い地位にいたンジさんが 相撲協会の何かの役割をやってるんですよ、危機管理か何かの委員会か何かの委員やってるんですね。で、その人の相撲協会の中間報告を聞いて、まあ、2度びっくりしちゃったわけですよ。えっ、検事さんもそんな、初歩的なこと分かってないのいや、これだけ初歩的なこと分かってないってことになると、むしろ私の知識の方がおかしいんじゃないかと思ったぐらいですね。これはもう非常に簡単なあの倫理問題で、まあ、試験なんか簡単ですね。ある人が 日本,日本にいるある人が日本の法律に触れることをやったとしかしその人は自分が正しいと思ってやったんだっていうそういう事件ですねこれはある人が自分が正しいと思ったことをやったけどそれは日本の法律に反するつまり春富士は鷹の岩を殴るのが正しいと思って殴ったしかし日本の法律ではそれは傷害罪にあたるというこういうケースなんですね。それで これはもう遠の昔にかあの倫理問題では解決しておりまして一人の人が正しいと思うことと法律のように社会で一定の手続きを経て決まっていることとが相反する時この場合がそうですね法律で決まってるのは絶対に誰でも殴って怪我させちゃいけないと傷害罪に問われるという社会の法律というのがあるわけですねそれかかららはだ 高野岩を殴っていいと自分では思ったんですよ。思わなきゃ殴りませんからね。まあ、思っても思わなくても。まあ、それは恋か過失かみたいな判断はあるんですが、いずれにしても、春間富士は正しいと思ってやったわけですね。酒を飲んでよと飲んでまいと、酒を飲んだら人格を失うっていうんなら、そこはそこでまた法律的に別のジャンルに入るわけですね。それですから、春間富士が悪いに決まってるんですよ、そんなの。 えーとあの教育のために殴っていいなんてそんな話ないんですよ。つまり個人の判断と社会の規則とが反するときそれは個人がいくら理由があっても社会の,反社会の法律約束に従わさせられるということなんですね。ですからもうこれ春馬富士の事件というのはもう何の議論も必要ないわけですね。で普通だったら春馬富士はあ解雇されます。 引、えー、引退退なんんかしようつってまますけど引退はできませんあの社会の一般の規則ではですね、えー、ちゃんとした組織に入ってる人が刑事事件を起こせば一応は懲戒免職というのが、まあ、基準ですね。でこの問題は非常に簡単でいかに貴乃花親方が変でもいかに相撲部屋という組織がどうでもいかに今までの相撲というのが部屋で暴力が振るわれていようと。 それはそっちが違法なんであってですね別段今まで相撲の社会では暴力が許されていたからして日本にいても日本の中でも暴力を振るっていいなんてそんなことはないんですよ <laughs> いつもですねえー、っとあの、えー、とスポーツクラブでスポーツの学校高等学校のスポーツ部でいつも監督が生徒を殴っていたからそれで監督は 殴るのが正しい指導上正しいと思ってるからだから殴って怪我させても先生にお咎めはないってことはないんですねそれからもっとあの面白かったのは面白いって言ったら不謹慎なんですが相撲の中間報告をその元検事の人が言ってた話はねもしもあの高野岩がすいませんと言いたふた春馬富士を睨まなければこういう事件にならなかったいやそれ,それはみんなそうなんですよ 交通事故でもどんなまあ殺人事件でもそういうことが起こるんですね。カットしたことを言ったので殺したと。じゃあカット言ったことはカットすいませんと相手が謝らずに、えー、それはもうものすごく人格を侮辱することを言えば上場、まあ、酌量の余地はありますけどただただですね人をにらみつけて すいませんと謝らなかったからといって人を殺していいかってそれも全然理由にも何にもなんないんですよ。どうして法律家がそんなこと言ったのかってもう私なんかもう笑ってしまいます、ね、だからこの事件は法律で決まってることを正しいとするというそういうもう倫理の正当的証拠証なんですね道徳って言いますかね、まあ、昔は神様が正しいことを決めた時代もあった今でも信徒のはそうですねそれから偉人が決めた場合もあった。 父母を敬いなさいと偉人が言ったんでそうするそれからここで3回やったのは相手ですね倫理相手がしてほしくないことはしてはいけないという相手が決める正しさってのがあるんですがもう一つ法律のあってですねこれも社会で法律を決める人は王様とか国会とかちゃんとその社会で認められた手続きを経て決めますからねまあ特に日本なんかか民主主義ですから法律は 国民が決めた約束ですから、それは国民が決めた約束を破っちゃいけないわけですよ。それからこの事件はもう2つありますね。あと、白鵬とか、それから鶴竜といった横綱をはじめ、他の力士がそこにいたんですね。止めないんですよ。これも、近代的な社会では犯罪と言えるかどうかは別にして、犯罪に近いんですね。これは火災の時に、えー、火を見て、それが家が燃え上がる ような感じがしても消防署に連絡しないっていうのは消防法24条の違反なんですよ。おとがめを受けます。まあ、刑事罰にはなりませんが、男とがめを受けますね。それはどうしかったら、それは社会で生活してる人の誠意っていうもんなんですよ。やっぱり火がついてるときは、その家に言ってもいいけども、まずは公共の施設、消防署に連絡するんですよ。だから傷害事件があったら必ず警察に連絡するわけですよ。まずは。 まあ自分が止めに入ってもいいですけどね喧嘩してるときだけど止めに入るよりかまず警察に連絡するのは先なんですよ組織とか仲間よりか警察が上にいるんですよ社会っていうのはね <laughs> だからまあ私はまあ白鵬とか鶴竜なんかの責任は非常に重たいと思いますね今の社会でですよ法律という意味でそれからもう一つはあのひき逃げってのがありますね交通事故で、えー、相手を引いてしまって負傷してそこで寝てるのに 病院に連れて行かない連絡救急車連絡しないで逃げたら重罪ですよね。今度は殴り逃げですよ。殴ってることをみんな知ってて鷹の岩は結構出血したらしいんですよ。あの、まあ、聞くとこによるとだいたいコップ一杯ぐらいの血が出たって言うんですね。頭ですから血が出るんですよ。それをね病院にも連れて行かないって言ったらこれは殴り逃げですよ。<laughs> 殴り逃げ。だから今度の事件は非常に簡単な事件で法律違反が行われたってことなんですよ。 春間富士が障害罪それから白鵬と鶴竜辺りが見て見ぬをふりする罪これはもうちゃんと消防法24条にあるそういうことしちゃいけないんですね例えば路上で誰かが殴られてあのもう死にそうになってるのを知らん顔しちゃいけないんですよやっぱり1 0番しなきゃいけないんですよこれは若干半分は倫理なんですねつまり刑事罰にまだなってないんですけどそのうち刑事罰になるでしょうね見て見ぬふり罪それから もう一つは、えー、当て逃げとかいうのに相当する殴り逃げこういうのもやっぱり許されないんですね。自分たちがやったかどうかは別にして過失とか恋とかは別にして負傷してる人がそこに横たわっていたらそれは病院に連れていかなきゃないんですよ。後 <laughs> 遺症が出る場合はあるんですからね。まあ今度のことが議論になるということ自体が私はこの思想のない道徳というものを。 シリーズでブログで取り上げなきゃいけないかなと思った一員なんですね。まあ、虎ノ門ニュースで取り上げたのは別の理由でしたけれども、もう一つ大きな理由があったということです。